みなさんこんばんは、サーキックラバーボーカルヨッフィーです。はい、皆さんこんばんは、サーキックラバーギターのジョーです。はい、ということで今回も始まりました。サーキックラバー TV、はい、無事に配信できているんでしょうか。久しぶりにリモートですね。あ、ね、そうだ、 YouTube どうやって見んだっけ。いい、もう本番中にもう余計なこと考えない。いやいやいや、はい、こんばんはって来てますからね。多分これは放送されてるんじゃないかな。これで見れるのかな。それぞれの、自宅の部屋からですね、来てますね。オンラインで結んで放送しております。はい、いいね、ジョー、 T シャツいいね。もう秋も深まってきたというのに。見てこの T シャツ、全く後ろのあの背景と同じ感じしない。マッチしとる。これだと思って全然関係ない T シャツを今日引っ張り出してきました。うん、今日全体的に白いね、なんかね。そう、ね、あのね、うん、Zoom の、 あの美白設定、うん、一番最強にしてるから。あの、江戸川ウィンターっぽいね、ジョニーウィンター。ジョニーウィンター、そんないいもんですか。うん、あ、ね、こんばんは。まあまあ、すっきり。やっぱりドクロ、ね、ヨフィ、やっぱりドクロって。うん、やっぱりドクロって、ドクロ以外の何を求めているんだい、君たち。どんだけ好きなんだよ。逆に聞くけど。あ、そうですか。ね、まあすっかり秋ですよ、秋。食欲の秋、芸術の秋、ドクロの秋。ヨーフィーはそれスタジオにいる風のやつ？え、これまあ僕の家の地下室のスタジオから、ね、嘘だ、お届けしております。いつものなんかあのシャレ神戸が後ろにいる部屋じゃないもん、それ。え、違うんだな、やっぱちょっと改築しましてですね。はい、早いな、改築って。改築ってもうそんなすぐでいいのが。あの、やっぱさ、このスタジオの背景にすると、はいはい、このマイクとかの馴染み方が半端ないよね。はいはい、なるほどね。やっぱさ、金塊を盗んだらどこに隠すか、金塊でしょ。いやいやいや、金塊に隠したら分かんないでしょ。いや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 、そういうことですよ。なるほどね。ちょっと、うん、僕はやっとね、グリーンバッグを買っちゃった。やって、で、これ何、布屋さんに行ったの。布屋に。そうそう、それで、うん、こういうことなんですけど、今、うんうん、こういうことなんだけど。出た出た、はいはいはい、なんかね、俺テストでやったら逆になっちゃって、普通に、うん、まあさ、ツイッターにアップしたんですけど、うん、なんか普通になんか俺の顔があの骸骨、シャレ、あのなんていうシャレ神戸のあの骸骨になっちゃって、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう、難しかった。最初なんかうまくいかなかった。あ、で、顔にファンデーションを塗って調節したということですか。いやいや、塗ってないよ今俺。塗ってないよ。なるほどね、うん、はい、ということで、まあ久々のね、はいはい、サーキックラバー TV な気がするね。そうですね、まあ、前回はね、モジョストのスタジオからお届けしましたけれども、そうそうそう、オンラインではない。あ、ちょっとラグがある。あ、人によってか。そうかそうか、うん、まあ ね、はいはい、それぞれの環境ね、それぞれのネット回線、それぞれの通信速度があるぜよ。おお、ぜよ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 、はいはい、日本の予約ぜよ言えない。あれですよ、はいはい、今日10月22日は、うん、アニメ界でも日本初の長編カラーアニメーション映画白蛇伝が公開された日だそうです。なので、何その何それ。いや、わかんない。だ、今日はアニメの日なんだって。ああ、そうですか。え、あれかな、なんかうん、なんだっけ、はい、あれあれ、あ、マイクが、俺のマイク割れてる。あー、ごめんね、ちょっと。ああ、そうなの、難しいね、このオンライン配信。クリアかな、うん、あれかな、朝ドラでさ、夏空っていうのがあってさ、はいはい、アニメーターさんの朝ドラだったんだけど、はいはい、あれ、それに出てきたやつかな、もしかして。うんうん、あれは、今、アホほどヒットしてる鬼滅は、はいはい、鬼滅ね、ね、何これ、ちょっと何これ、 LINE、 あ、割れてます。あ、そういうことね。鬼滅さ、どうですか、うん、見ました。あのね、俺、配信されてるアニメは、うんうんうん、見て、うん、でもね、なんか俺、ながら見してたんだよね、多分曲とか作ってる合間に、はいはいはい、見てて、なんか途中でストーリーがよく分かんなくなって、今、なんか頓挫してる、ちょっと。なるほど、うん、僕言うとちょっと見てないんですけど、見ようと思ってます。、うん、ちょっと一応こんだけ話題になってたら一応映画は、まあ、いや、見てないですけど、あの、ね、曲だけはね、やったの、この間ショコタンのライブで、グレンゲでしょ。あ、そう、グレンゲね、はいはいはい、結構ね、意外と簡単なんですよ。あ、はいはい、なんか意外とシンプルなんだよね。あ、シンプルだね、確かに、結構シンプル。なんか、うん、なんか一周回ってそうなってきたね、最近ね。はいはい、キーもなんか E マイナーだし、もうリサちゃんが大ヒット、うん、
ね、紅白も出て、ね、おいいことですね。いやいやいや、なるほど、ね、はいはいはい、あと何、奥井さんとレコーディングしたの？あとね、うん、秘密のレコーディングなんでまだ言えないんですけど。秘密の、あ、そうなんだ。あのね、みんなあの、ギター、ベース、ドラム、キーボード、うん、みんなじゃあやりましょうって一斉の背で撮ったの。へえ。一斉の背でドーンって撮って、ま、その秘密はいつ明かされるの？それはちょっともう奥井様のさじ加減によってなんですけど、まあギターとかね、キーボードはわりかしなんか、うん、あのダビングがあるんで、ダビングっていうのはなんていうの、うんうん、もうちょっと本数重ねるんですよ、はい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 、ギターいっぱい入れたりしなきゃいけないんで、僕は、うんうん、僕と今井くんはちょっと居残りしてたりしてたんですけど、へー、まあでもね、もうおはようございますって2時に入って5時には終わってましたからね、うん、早いよね、3時間ぐらいで全部終わった。ふーん、すごいね。そう、サクッとね、撮ってあのやってましたよ。なるほどなるほど、はいはい。いや、ちょっと今日はね、うん、ちょっととりあえずこれね、残念なんですけどまた出たよ。いやいや、ケーキはね、ケーキまあいただくんですけど2個、オンライン、2個、オンライン、しかも2個、オンラインケーキで、うん、これはイタリアンショートケーキのチョコバージョンが売ってたんですよ。どこで買ったのそれ？いや、これ富士屋なん、いつも富士屋なんですけど、富士屋ね、これがね、これが今限定の、うん、あのケーキなんですけど、この丸い、はいはい、まん丸の、これがまさかのグリーンバックにしたこと、うん、これ真緑なんですよ。見えねえよそれ。これ真緑なんですよ、これ。あのドーナツじゃん、ドーナツ。あ、じゃあ分かった。じゃあちょっとこれ一回さ、グリーンバックですよね、うんうん、これね、まさかあのなんだっけ、ガチャムック並みに、ガチャピンだっけ、ガチャピン並みにダメになっちゃいましたねこれね。あれ、ガチャピンが赤、あれムックが緑。ガチャピン、ちょっと待って、これガチャピンだよ、ガチャピンが緑だよ。そうなんだ。何、ジョー何、これ見て見て、あー待って、見て、ね、こんな緑なの。え、これプリン。いや、なんかケーキで、あ、やばい、倒れた危ね。それでこの、まさかこの緑が、うん、バーチャル背景によってこれ透けると思わなかった。なるほど。はい、すいませんね、ちょっとそんなケーキ、はいはいはい、はい、じゃあそんな言ってないで食べます、いただきます。そっか、俺緑の、あ、うん、あ、これ透けるかな、透け、あ、透け、マジで今透けないな。それ何？え、喉ヌールスプレーね。ヨフィーってさ、喉、うん、ヌールなんとかとかさ、うん、すげえやってんじゃん昔から。そうでもないよ。それ蓄積されてさ、なんか肝臓とかに喉ヌールスプレー成分がなんかこう、うん、固着してたりしてないのかな。いやいや、俺がやる、あ、歌う時だけだからね、俺がやるのはね。なんか体に悪そう。いや、まあ、どうなんだろうな、うん、うん、この液体、これめっちゃうまいね。食ってるね、うん、このね、はい、限定のこの、じゃあ緑のうん、こそっちでは透けてる。どうなの抹茶味。俺も食べるもん、食べるものといったら何にも見えない何にも見えない、透けてるってて緑だから。俺今あるのもうこれ、はい、おからクッキーの咀嚼音を皆さんにお届けします。お願いします。あ、結構いい音だね。硬いからねこの緑のめっちゃうまい、うん、気をつけよう、砂糖の取りすぎ。はい、ということで僕はあれですよ、つい、うん、まあちょっとね、うん、前の話ですが、はいはい、ニュージャック拓郎さんと、うんうん、アコースティック配信ライブをしましてですね、なんかちょいちょいやってるよね、うん、うん、それでね、曲によって背景を変えるという技を覚え、はあはあはあ、いろいろね、いろいろやっておりますけどもね。ああ、いいね。うん、結果、まあスタジオがいいかなみたいな。スタジオがいい、うん、ね。なるほどね。はい、で、あとあれですよ、はいはい、石原慎一さんの、はいはい、あの新チャンネルという石原さんの YouTube チャンネルの番組に、はいはい、あの、ニュージャック慎一の晴れ時々ヨッフィーっていう番組があって、火曜日僕はまあ時々出るっていうね、あのスケジュール空いてる時になんだそれ、うん、突然のまあ雨みたいな感じで、うん、はい、何回か出させてもらって、うん、はいはい、この前はね、白熱してたよ、うん、あのエスカレーターは、うん、止まるか、うん、登るかで、うん、大激論どういうこと。ああ、歩いてね、あのエスカレーターはそもそも、うん、あのね、駆け上がっちゃいけない乗り物ですと。うん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 、ね、やっぱそれをニュージャック拓郎さんが、うん、あのメーカーもそう言ってるからダメだ、いや、もうこのね、いや石原慎一さんは、いや、もう東京では
ね、片方を開けて駆け上っていく人もねいるし、俺は登るぞって言ってましたね。いやでもあれさ、うん、もう急いでしょ、しょうがないもんね、せっかちだよみんなね。まあね、イラチイラチ、うん、そんな大激論が2時間みたいなね番組ですからね。はい、楽しそうだな。なかなか面白い、はい、勉強になっております。うん、ヨッフィーさんが言って子供、あ、子供危ないね、確かにね。何の話、あー、エスカレーター、いやコメント、チャット、コメント、うん、スプレーは、うん、あ2人の間で大変でしたね。エンジニアとしてはメカの片方に、はいはいはい、どういうことだろう、難しい、何どうしたの、うん、まあまあコメント皆さんありがとうございます。ジョー食べたのね。いや、理由は分かった。メカの片方に負荷をかけるような運用はやめてほしいっていうのは、うん、あ、そうそう、エスカレーターの、ね、そういうことか、メカって、あ、そういうことね、体重がね、うん、片方に朝青龍で片方にボブサップみたいなのがいいわけで、ね、ちゃんとこう、そうそう、だからあれよ、東京と大阪が週替わりになればいいんだよね、はいはい、このあ、みんな左側とかさ、そうそう、みんな右側とかね、あれさ、なんかさ、なんで大阪、うん、右なのって言った時に、うん、こう武士が昔刀を刺してたか、刺してて、それが本当かよそれ、その下りの人と当たんないようにとか言ってたんだけど、うん、聞いたことがあったんだけど、うん、その時代にエスカレーターないじゃん、うん、っていう話だよね、そうだね、うん、あれなんか万博の影響なんでしょ、なんかそうなん、国際万博の、はいはい、何がしかのルールのみたいな、ね、あ、そうなんだ、聞いたことが、そういうことね、ありますけれども、でもあれだね、ジョーはエスカレーター、あー、でもせっかちそうだな、うわーっていけでしょ、ね、エスカレーター余裕でもう一段飛ばして登りますよ。あ、そう俺結構のんびりしてるけどね。なんかさ、うん、あ、まあそうだね、うんうん、危ないよね、確かにね。ちょっとね、そんなことよりもですね、うん、はいはい、最近まあヨッフィーはちょっとあんまりあれかもしれないけど、うん、車のエアコンってまた車壊れた話かい。違う早いよ、ね、車のエアコンって、うん、なんか夏ってさ、クーラー使うじゃん、うんうん、でその水滴がエバポレーターっていう部品についてて、それがカビ生えちゃうの。エヴァンゲリオン、いや、エヴァポレーターっていう部品があるんだけど、うん、そこについちゃって、それカビ生えちゃって、なんかさ、車乗ってエアコンかけるとさ、ちょっと酸っぱい匂いみたいな時ない、うん、あのね、たまにタクシーとかさ、わかんないけど、そう、酸っぱいっていうかね、なんとも言えない鼻腔をね、そうそう、なんかくすぐるね、くすぐるっつうか、かき乱す、すめる、それをね、うん、あるあるある、まあ、秋口になるとちょっとほら温度設定が変わるから、うん、はい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 、余計こう目立つようになって、ああ、やだなって思ってて、うん、でそのエバポレーターっていうのを外すのめっちゃ大変なの。もうとにかく奥の方にあって、まあなんだろうな、ガンダムで言うとその、うん、まあガンダムで言わなくていいな、でそれね、コアファイターの中身みたいな話ね。そうそう、わかる。でね、そこでね、モジョストの、うん、安定化二酸化炭塩素はいはいはい、消毒液、うん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 、あれをね薄めてね、ちょっとこう、はい、エアコンのなんていうの、吸うところがあるのよ、足元に、うん、吸って上から出てくるんだけど、うんうん、吸うところにやったの、シュッシュッシュッってこんなことやっていい、はいはいはい、こんなことやっていいのかなとか思いながら、うん、そしたらさ、1ミリもなくなったわけ、その匂いが、匂いがビビって、わ、これすごいと思って、多分菌だったんだよね、やっぱ。だから除菌ってやっぱ匂いとかするとき、やっぱ除菌すると匂い消えるんですね。じゃああれだね、ジョーもこう、うん、ここ脇とかにシュッシュッてやればいいじゃん。ここ、いや別にすごい菌があるわけじゃないし、脇に知らんけどいやあるんですよ。へえ、そうなんだ。いや、なので、だからまあ、うん、車に限らず、なんかそういう、うん、なんかなんだろう、お風呂場とかさ、だから俺結構さ、アルコール信者だったんだけど、はい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 、安定化二酸化塩素いいねってちょっと思った。へえ、うん、ああすごいなってちょっと思ったんだよね。なんかさ、それさ、うん、それを入れてお風呂に入るとみたいなデマがなかった？なんか、あったし、危険だからやめましょうみたいな、あったし、ね、なんか俺ネットでいろいろそれでさ、うん、調べたら、うん、なんとその安定化二酸化塩素をめちゃめちゃ薄めてうがいとかしてる人いるのよ。口のなんかさ、菌がなくなって、すげえと思って、でなんか そしたら歯周病が治ったとか、うん、ちょっとマジで、おお、マジで結構あって、いやこれ、ごめんなさい、言ってるけど正しいかどうか知らんよ、知らんけど、そういう人もいるんだなと思って、うん、ね、
あれですよ、我らが谷本孝義くんが言ってました。はいはいはい、マヌカハニーを舐めて寝ると、翌日にはもう風邪が治ってるって。あ、でもね、マヌカハニーはいいと思うよ。マヌカハニーはだって、ね、菌に対してね、そう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 、マヌカハニーは普通にいいよね。だから今度あれよ、その車にもさ、はいはい、マヌカハニー塗って、ちょっと。いや、そしたらもうアリンコ来てたまんねえわ、マジ。甘い匂いで車内が満たされるかもしれない。マヌカハニーとアリノス、アリノスホイホイを同時に、なんか暖房と冷房を一緒にかけるみたいになっちゃうから。ノドヌール、殺菌作用、殺菌作用ね、ハンガーキ、そう、ハンガーキの匂いとかもね、結局菌なんですよね、結局ね。俺今年の夏はさ、除湿機買ったもんね、さすがに。俺も、あの除湿機のさ、水ってなんであんなに綺麗なんだろう。綺麗だよね。あれさ、もうほんとどうしても再利用したくて、俺が考えついたのは、前も言ったっけ、あのトイレの水洗のタンクに流し込むの、あれを。そこまで。だってそれ以外の、いや、だってそもそもタンクの中に元の水が張ってるじゃん。だってそれ張ってるんだけど、でもそこにあのペットボトルを入れるとまたあれですよ、節約になるわけですよ。あー、主婦みたいだね。そう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 、うん、いや、もう俺もうあまりあんまり綺麗だからもうごくごく飲んじゃいたい、うん、たくなりました。あのさ、それで今度コーヒーとか入れてみようかな。いや、もう最悪だ。空気中のでも綺麗よね、なんか綺麗に見えるよね。どうなんだろうね、なんか、うん、あっという間にたまるのが不思議だよね、本当に。そうね、ビビるよね。で、あとあれですよ、あの、はい、僕ら音楽人にとっては大ショックな事件があったじゃないですか。はいはい、ありましたよ、もうね。10月7日はいはいはい、どう、おおおっ、あ、疲れた。ちゃんとやってよ、やりきってよ。疲れた、疲れたよ。これよく3分半でずっとやってるよね。あ、疲れた。じゃあ合わせ難しい。ギャ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 ン。チキテキ。ああ。オウ。あ、歌ねんかい。いや、結構イントロ長いからね。あ、そうだね。まだまだもう一回しくらいあるからね。いや、もうエディ・ヴァンヘイレンがね、亡くなってしまって、まあ65歳じゃん。まだまだ。まだまだだよね。でもさ、結構長いことガンで闘病してたらしいね、エディ・ヴァンヘイレンってね。そう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 、うん、でもさ、2005年だっけ、はいはいはい、東京、日本公演があって、いや、行けばよかったと思ってさ、ね、あの時はそう、復活アルバムでさ、デビッド・リー・ロスが戻って、はい、アルバムをね、あれ、うん、結構良かったんだよな、あのアルバム。いやー、うん、マジか、ビッグショットでしたね。だから、なんだろう、こう僕らが使ってるギターって、はいはい、エディ・ヴァンヘイレンが考えたアイデアがもう随所にあるわけよ。いや、俺なんてまさにそれ、このローディ、うん、D、なんだっけ、ドロップ D チューナー、ドロップ D のね、はいはい、こうついて、このドロップ D って、まあ、6弦が1弦は下がるんですけど、うん、だしさ、フロイドローズ自体をね、あ、フロイドローズってそのブリッジ、はい、ブリッジ、はい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 、ね、それをメジャーにしたのもヴァンヘイレンだし、うん、いや、そもそもさ、ね、ジョーのギターにハムバッカーがついてるって、はいはい、これもうエディ・ヴァンヘイレンだよね。まあ、もう影響は非常にでかいですよ。いや、もう、いや、だから本当にあれよ、あのドクター中松さんがいなかったらフロッピーディスクありませんくらいの影響力なわけよ。そうだね、本当にドクター中松とフロッピーディスクの話好きだよね。大好きだけど、あの映画でさ、はいはい、あのあれ見た、イエスタデーって見た、イエスタデーね、見たんですよ、うん、俺、あ、見た、あれ実はね、あれ結構良かったんだ、うん、よかった。だからあのね、あの地球がさ、はいはい、世界的な大停電が12秒間あって、はいはい、その、はい、そこから蘇ったら自分以外誰もビートルズを知ってる人がいない世界になってたっていうね、はい、そうなんです、パラレルワールド的なね、そう、平行世界に行くと、その平行世界が俺も大好きだから、でもね、はいはいはい、実はちょっと知ってる人もいたみたいだね、うん、ね、そうそう、でね、そうそう、だからあんなさ、あんな映画でもしエディ・ヴァンヘイレンがいない、うん、いない
いないとしたらみたいな映画で、うん、あのぜひタイトルはイラプションとかにしてほしいんだけど。いやもうそれすぐ引くわすぐ引くよ、ね、だからエディ・バンヘレンがいない世界だったら、うん、だったら どうなってるんだろうかってちょっと考えたのよ。多分そうだよね。ギターの音が多分みんなもっとね痩せてると思う、ギターの音質が。ああ。もうシングルコイルの、ね、うん、なんかもう痩せた感じで、あ、なんかみんなチャカチャカサスティンがない世界にいるんじゃないかな。そうそうそう、こんな音かもね。そう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 、だと思うよ。そうだね、多分これゴムとなんだ、うん、なかったかもね。全然違う音楽シーンになってると思うんだよね。そうだね、確かにね。いや怖いわ、もう。いやー、バンヘイレンな。いやだからさ、俺もなんかその何、あのエディ、毎日エディ・バンヘイレンを聴くっていうようなフリークではなかったけれど、いやそれ多分ねみんなそうなんだよ割と。でもさ、あの、うん、喪失感ってすごくない？そう、すごい、なんかね、ケーキまだあるんかい。いやいや、あるさすがに2つだから食うな。今日もケーキが美味しいです、はい、あ、そうか、今日マニアックの、そうか、マニアックが、何が、すいません、何が、いや、なんかバンヘイレンの話はマニアックらしい。そうなの？違う、俺さ、思ったの、うんうん、バンヘイレンが亡くなって、うん、で、まあまあショックだったけどさ、ワイドショーとかでさ、うん、どこもかしこもジャンプを出すじゃん、放送でそうね、はいはいはい、いやいや、わかるよ、確かに売れたから。じゃいやいや、うんうん、そのいや、それが流れてるじゃん、ワンコーラスは、うんうんうん、でさ、世界的に有名なギタリストバンヘイレンがって言ってんだけど、はい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 、後ろにかかってるのキーボードの音だけなの、ね、しかもいやでさ、ギターソロになるとまあエレキ弾くけどバンヘイレンは、そこじゃないじゃんバンヘイレンはとすごく思ったわけ、うん、あ、だから俺はやっぱそれと同時に思ったのが、はいはい、優れたギタリストであると同時にやっぱ音楽家としてさ、うん、そのキーボード弾いちゃっても、うん、もう全世界が知ってるような曲を残したっていうね。ああそうだね、なんかそれがすごいよね。それがだからやっぱさ、現代のベートーベンだかモーツァルトだかそういうレベルの人じゃない？うん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 、そうだね。ね、でそんなことをこう考えてたら、うん、堤恭平さんのね、いやもうね、知らせがあってビビった。あまりにも長い期間にわたって大巨匠で、うん、もうそれ何千曲とさ作ってきたわけじゃん、うん、そうだね。ジョーって何、堤さんの曲で、うん、あ、ショコタンもあったね、ショコタンの曲でも、ショコタンの曲でやっぱ堤恭平先生の曲はやっぱあって、まあ演奏もするんだけど、うん、やっぱすごい曲がね、あのコード進行とかもまあ美しいわけですよ。そのバラードなんだけど、ショコタンの曲は、うんうんうん、でも俺なんか知んだけど、スニーカーブルースが印象的あそう、うん、あ、いやいっぱいあるよ。ジャニーズ系はね、俺ね、あのマッチのね、うん、あれですよ、あの情熱熱風セレナーデっていうね、あ、知ってる、ヘレヘレレイレンデイヘニーチェイ、あのなんかチャイニーズな感じの、そう、結構あれ、あとね、あ、仮面舞踏会とかね、うん、そうなんだよね、加山雄三さんが紅白の司会で次は仮面ライダーって言って紹介した伝説の仮面舞踏会、 ね、 あれも堤さんのねやつだしね、あれは面白い。いや、あのさ、あれもそうでしょ、あのまた会う、あ、今で尾崎清彦さんね、会える、はい、うん、もうあのさすごくない、うん、あの曲調がすごく、うん、なんか特徴があんまないじゃん。あ、だからないって言ったらあれだけど、同じ人が作曲したって言われてもあんまりこうピンとこない。そうだよね、そうだ、あの17歳とかね、南沙織さんの共通点がそこまでないのがすごい。いろんな曲ありすぎで、で俺はやっぱリアルタイムだとさ、やっぱ CCB なのよ、うん、あのそうだよね、悲しきスクーガーとかさ、ロマンティック止まらないとか、その辺もそうだよね。あとまあキョンキョンとかね。いやすごいよ、あの引き出しの多さってどうなってんだろうって思う、ね、だから多分あの、うん、俺らはそういう風に思うけど、ちょっと、ね、うん、年代違うとまた全然違う名曲がいっぱいあるんだろうなって。そうなんだよね、うん、ちょっとビビる、本当に現代のベートーベンみたいな。ねえ、いやだからそんなすごいさ、偉大な、うん、ね、音楽家がこの短い時間に、うん、そうなの、訃報聞いちゃうとさ、なんかね、うん、あーって思っちゃうね。そうなんですよ、そうバリエーションがすごいよね、うん、いつか音楽の教科書に載りそう、なんかもう載っててもおかしくないよね、うん、確かにね、ね、うん、
そうだよ、ギンギラギンにさりげなくだよ、うん、あ、違う、それそうなの、違いましたっけ、うん、って書いてあるけど、いや、マッチはそうじゃない、違ったかな、いや、多分あれよ、あの、やっぱそう、スニーカーブルース、ねえねえ、エルガイムもそうなんだ、そうだよ、俺初めて買ったレコードで、エルガイムだから、エルガイムもそうなの、そう、堤恭平先生なの、で、すげえな、エルガイムの後期のね、風のノーリプライっていう、鮎川さんの曲も、堤さん、へえ、うん、すげえ、俺はそう、あの、初めて買ったレコードが、堤恭平先生だったんだよね。あれはあのジョーが初めて買ったオラ東京サイクダは誰の曲なんでしょうね。いやもうあれはもう名曲ですよ。あもうジャパニーズラップ元祖、ね、そうですね、まあね、だからあのやっぱ有限なんですね、命は ね有限なんだなって思わせられちゃうよね、逆にね、無限な気がするけど、いやでもさ、何も変わってないからな状況が。それでもねやっぱりエディ・バンヘイレンの曲も堤さんの曲もずっと語り継がれていくわけじゃない。そうです ね、 ね、 ある、まあ、ある種無限大だよ ね、 ね、 なんかね、もうそうですね、本当に、まあびっくりしましたね。新曲聴けないんだと思うとちょっと寂しいよね。そうだね、うん、俺あのなんだっけ TOKIO の、うん、Be Ambitious が好きだった。あ堤さん、あのメロディーこそ俺もう堤さんって感じが俺はすごいする。あ、うん、なるほどね。あ、そうか、すごい美しい。そうなんだ、そう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 、すげーな、ねえ、そんな時を復活しないかな、ねえ、いろいろありましたからね、はい、そういえば1ヶ月に64曲、そんなすごいな、うん、マジか。そういえばあれですよ、今日、はいはい、あの謎のサイキックチャレンジコーナーが あるんだけど、ね、一応ねあのスタッフが作ってくれてるんで、ね、はい、最近ほら GoTo キャンペーン話題じゃないですか。 GoTo キャンペーン、いやいや、はい、いまいちキャッチーじゃないメロディーだったけど今 Be Ambitious ですよ、本当にいろんなところにね、いやいや行きましょう。そう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 、なんかね僕らに対決をしてほしいんだって。日本の47都道府県全部言えるかなチャレンジ、うん、ほう、やる？一つずつ言っていきつまずかなければ OK、うん、チャレンジ成功です。スタッフへのこれさ、うん、言えるかな、あのね、いやいや言えるかなっていうか、うん、大人なんで舐めないでください。言えるに決まってんじゃないですかそんなの。あ、そう、まあ、小学生に対する問題でしょこれ。お手つきなしこれ、なんか、いや、お手つきあの絶対、俺ね、そんな言えるじゃん都道府県の。正直だって上から言っていけばもう全然余裕じゃん。いや上から言っていけばいいけどさ、それ、うん、ちゃんと上から言えるの？言えるでしょって。じゃあやろっか、うん、やる？まずえっと、はい、じゃあ、はいはい、待って、なんなんだよそれほっぽ領土から行くあ、オッケー、はい、じゃあまず俺から行きます、はい、北海道、はいはいはい、北海道、北海道ね、北海道、うん、北海道は何？どうか、どうです、どう、北海道は何って、北海道どうかで青森でしょ、うん、青森、はいはい、石川石川ってもっとさ下あのなんつうの左西のあのあっちじゃん。あのね、あ、ごめんごめん、今ね、あの出ました、石のイメージ、岩手、あ、岩手ね、岩手ね、で秋田でしょちょっと待って、岩手、秋田、うん、秋田、宝刀、え、秋田は宝刀じゃねえし、山梨、いや山梨でしょ。いや秋田の言いたかったのはあれでしょ、あの、うん、なんだっけ、トッポギじゃねえや、あのきりたんぽでしょ、きりたんぽ、そう、はいはいはい、あれ待って、きりたんぽじゃねえな、まあいいや、うん、いや、はい、今なんかどこまで行った、なんかちょっととんだいぶ飛んだね、で、どこまで行った、山形でしょ、山形、ジョーのお母さんのふるさと、はい、そう、はい、金山市っていうところ、うん、高橋秀幸を育んだ山形、はい、いや、そんでもうあとはあれじゃん、はい、何、どうぞ、え、俺行ったんだよ、一応順番に、あ、言うんでしょ、俺山形行ったんだよ、あ、そう、うんうん、いや、俺福島、あ、福島県でしょ、ハワイアンズね、うん、ハワイアンズ福島はい、福島、うん、いや、そしたらあとはもう上、北関東だよ、茨城、うん、で、栃木でしょ、茨城、栃木、栃木、うん、俺もう、いや、長野、ああ、で群馬でしょ、新潟結構そっちの日本海側行くんだね、うん、あ、だからあれですよ、千葉県ね
うん、はいはい、だってこそうそうでしょ、うん、千葉、うん、あれ山梨行ったよね、あれ東北忘れられてる県がある、え本当、ちょ待って待ってちょ待って、まあまあでもちょ、まあまあ、その、うんうん、勢いで、え、はいはい、え東北忘れてる、えなんだろう、まあでも長野は、うん、あのあれよ、何俺のやっぱ出身地はあの、はい、日本一県境が多いわけですよ、いやだから県境多いんだったらそれ全部言ってけえじゃん、富山あ富山ね、うん、あそっち行ったか、うん、あと何だっけ、いや埼玉県ね、埼玉県埼玉、うん、はい、ほう、あと何だっけ、ちょっと待って、いいか、だって青森言ったでしょ、うん、何神奈川、神奈川神奈川県ね、であとまあ東京都だよね、東京都、うん、埼玉行った？埼玉行った、うん、東北行く飛ばしてる？岐阜ね、そしたら愛知ね、愛知、はい、滋賀静岡ちょっと待って、あなんかイメージ的に静岡はもっと早く来る感じだったな、あそうだね、なんだろう、あいやいや青森言ったよ最初に、俺青森言ったっけ、言いましたよ、うんうん、言ったあコメント来てるんだ、あ今ちょっと、まあ見ながら言って、うん、京都京都府ね、京都府、ああふう、俺ねこっからがね、じゃあ四国4県いいか、高知、うん、鳥取や四国じゃねえよまあまあ別にいいけど、待って、うん、鳥取ね、はい、鳥取ね、はいはいはい、じゃあ香川県、香川、うん、岡山、あちょっとどうしても俺上行っちゃう、いやいやいいよ、愛媛ね、愛媛の漢字を書く自信は俺はないけどなんだろう、そうか、いきなり四国行ってんな、広島、うん、ちょっと俺四国に行けないな、なんかはい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 広島、はい、四国あと何、俺わかんないや、あれ思うんですよ、香川、愛媛、高知、うどん、あー徳島、はい、徳島、うん、もう俺なんかすごい、山口県ね、あちょっとなんか飛ばしてるよね、あいや飛ばしてないかごめんもう俺わかんない、なんかわかんなくないでしょ、まだまだあるでしょ、だって福岡県、九州行っちゃったちょ待って、あ福岡に行ったら、北九州、山口、山口県、えちょっと待って、まだまだあるよね全然うん、あれ宇都宮栃木、ちょっと待って待って、あれちょっと宇都宮、ちょっといやもっとこっちに中部地方とかなんかなかったっけなと思って、あそれこそ石川県、あ言ったよね、あ大阪、あ大阪ね、そうだよね、大阪だよね、大阪都になるのかな、大阪府だよ、うん、大阪、あ都構想、静岡行った、静岡行ったね、え飛んでる、なんだっけ、上海、島根県うん、おう島根県、そっちか、はいはい、俺はじゃあちょっと基本に立ち返って奈良、あ奈良ね、奈良、あそうか奈良か、うん、えあとは佐賀九州今俺ちょっと何関西飛ばしてないっけ、あもう分かんない、でももう京都も大阪も行ったし、兵庫って言った、あ言ってない、兵庫行ってない、兵庫、はい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 、ああこれ今コメントに書いてくれた和歌山ちょっと待った何それ、あそうか、何何仙台言ったっけ、仙台は宮城、ね、あ宮城、あ宮城だ、言ってない、あ宮城言ってない、宮城忘れてたやべえ宮城忘れてた、すいませんでした宮城の方、すいません本当に、もうあとはもう沖縄とかでしょえ SAG 佐賀行ったっけ、佐賀行ったでしょ、佐賀行った、長崎県、熊本ね、うっちゃんのふるさと、うんうんうん、えあと何、あとなんか分かんないでしたもん、あれ奄美大島とかは
だあれあれ東京だっけあれあなんか言われてみればこの辺から出てこなくなっちゃうな。新潟行った、新潟行ったよ。宮城は言わなかった確かに。うんうん、宮城抜けてたね。宮崎言った、宮崎言った。沖縄那覇も、うん、言った。鹿児島行ってないかもしんない。ほう、いやそんなもんですよ。えこれえもうこれコンプリート、これ以上。え結構行ったんじゃない。 GoTo キャンペーン。なになになに。いや今コメント見てて福井県言ってないかも、うん、あー行ってない気がする。いやーもうやばいな、その感じは。え関東まだある。え関東まだ、あ熊本ね。え熊本行ったよ俺。あ行ったか。うん、あれ行ってないのかな。もう行ったかどうかもよく分かんなくなってきたけど、あれ言わなかった。あれ分かんねえな。うーん、まあというわけで、ねね、京都行った。京都行った。京都、京都行ってないよね。京都あんたが行ったよ。あ行ったっけ。あそっか、うん、そっか。アマテラス大神横浜でください。えなんでアマテラス大神は、アマテラス様はあれでしょ、あの猿田彦神社でしょ。違ったっけ。なんだっけ、あの伊勢伊勢だ、伊勢。お伊勢、お伊勢ね。ああちょっと難しい、なんか意外と、うん、はい。で以上、以上ですかこれ。あのね、うん、というわけで GoTo で、うん、どこ行きたいですか。俺行きたいのはね、うん、あれですね、なんだっけ、房総半島に行きたい。房総半島に行きたい、うん、房総半島に行きたいね、うん、あー房総半島、あのじゃ あるかな、ホテルあるかな。なんかさ、あの日本海側好きだよねヨッフィーってね。そう、太平洋側のことってあんま言わないよね。ね、それあの海のない長野県をなんか今ちょっと下に、いやいやいや下に見てる感じ。いやいやそんなことないけど、ね、なんか必ず日本海側のこと言うよな。いや日本海、いやまあでも別に全然、あれ横溝正史の推理小説の舞台となったところに行ってみたい。なんか、うん、なるほど、瀬戸内海、瀬戸内海の、あ瀬戸内海ね。瀬戸内海は四国じゃん。だって暖かい、暖かい感じ の瀬戸大橋がかかってるとこ。僕はよく行きましたよ、うん、小学校の頃に、小中学生、おばあちゃん家が四国だったんで、うん、あそっか、香川県だったんで、そっか、今城家の墓がいっぱいあるところ。あそれはね高知にある。あそれは高知、高知のね、愚道っていうところに、うん、今城さんという人結構いっぱいいますよ。うーん、意外とね答え合わせしないまま終了。そうなんだよね。ちょっと待って、あれね、これよくわかんない。答え合わせはどうなってるんだこれ。そうなの、これであんまわかんないよこれ。どうしていいかわかんない。うん、どうしようかな。すいません、なんかちょっと中途半端で申し訳ない。うん、あ、奄美大島は鹿児島なんですね。なるほど。ね、え、この間沖縄まで片道1万でしたよってめちゃめちゃ安いんじゃない。あれ三重って言って。行ってなかった。三重は行きました。津市は違う。まあまあそうね、ええ、あのねスタッフさんから来ました、うん、チャレンジ失敗ですって来ました。はい、でも、40なんて多いよね。ええ、もう全然俺楽勝みたいな雰囲気出してたじゃん。いや楽勝っすけどね。全然、まあね、そうなんですよ、うん、結構ね。だからまあでも行きたいとこいっぱいあるよ。だからなんか、うん、GoTo キャンペーンも延長してほしいね。しないのかな。ねえ 1月31日で終わっちゃうのかな。そうなの、どうなんだろうね。なんかさ、うん、あそっかそっか、これはあれか。何何どうしたのどうしたの、そわそわしないで。ケーキ食べ終わったね。ケーキね、まだあるんですよ。まだあるんかい。まだあるんうん、ねえやばい、なんかさ何の話もしてないのにもう40分経ってんだけど。そうだよ、ケーキ食って40分経っちゃった。俺たち今何の話もしてない気がするんだけど。何か話した、うちら結構したじゃん。もう堤恭平さんの話とかね、エディ・ヴァンヘイレンとか。そろそろあれだよ、歌の時間じゃない。歌の時間、今日はね、なんとお歌の時間でございますよ。うん、そうね、そういうことやろう。これ今音出てるけど、ちょっとつなぎ替えて、うん、じゃあ歌の時間に行く、しばらくジョーの肉声が聞こえなくなってしまうかもしれないけれども、そう、ね、はい、ネットデュエットに差し替えてやるので、うん、そうね、はい、じゃあちょっとしばらくちょっとセッティングしてます。セッティング、まあ一瞬だけどね、一瞬だけど、これでネットデュエットの方に行ってる、行ったかな、よいしょ、これで行った、ね、エコーが
エコーがかかってるぜ。あ、ちゅうちゅう、これヘッドホンかかんねん。ごめん、ちょっと待ってね。ちょっとお待ちを。あ、これでいけた。これでいけてて、これ意外とね、生でね、やるのね、大変なんだよな。あのですね、ちょっと今ちょっとチューニングさせて。まずい。まずいことになっている。まずいことになってんの？これ。中止？まずいぞ。どうした？もしもーし。なんか今起動さ、皆さん今起動したけど、ね、何かが。ちょっと待ってくださいね。ね、生ならではのトラブル。ちょっと待ってね。一応ね、さっきなんとなくサウンドチェックはしたんですけれども、いけるかな。どうジョーはいけそう？俺は大丈夫だよ。いけそうだったら、で一回こっちのマイクを切る。ジェスチャーをしてくれたらいける。お、じゃあ行きますかね。ネットデュエットでの遠隔セッション行きたいと思います。ちょっと待って。 Hey. やばい、ドキドキする。こうか、これで何があれして、これでいいのかな。じゃあ聴いてください、この曲です。ちょっと待って、トラブル発生。7834。ちょっとあまりにもシーンとしてるから、こっちのマイクを生かそう。Hey, hey, hey. 聞こえてる？よしよし。あ、いけた？あ、OK。聞いてください。あれ？来てない。来てない。なんで来ないの？なんで来ないの？ああ、ダメだ。来ない。ちょっと待って。ごめんね。ごめん。待って。今ね。どうした？トラブってます。はいはい。お、こういうことあるね。ちょっとこれ。これでいけるかな。いきます。はい。来ない。来ない。ちょっと待って。さあ、はいはい、これでいくのか。いきます。はい。もう一回。あな、大丈夫かな、バランス。僕たちはどうすればいい？瞳閉じて耳を澄ませば、父さんの声が聞こえるよ。強くなれと励ましてる。ガイ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 熊流大金燃え上がる。ガイ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 熊流大金正義の炎を通
来に愛を運ぶ鍵、胸の希望を捨てちゃダメさ、大大大大熊流大金バリオン、大大大大熊流大金、振り向くね後ろは勇気だけ頼りにしています、守り抜けよこの世界を、大大大大熊流大金、大大大大熊流大金、炎と運命に導かれて今冒険の旅へ、大大大大熊流大金、そびえ立つ大大大大熊流大金、いや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 、大丈夫かな、へいへい、大丈夫ですか、聞こえてますか、みんなに届いてるかな、いや、はい、それじゃあジョー、次も、はい、次いっちゃえる、これね、声聞こえてる、準備は OK、 俺の声聞こえてる、聞こえてないか、ちょっと、あ、なんかトラブル、トラブル、いや、いや、あとね、OK、 大丈夫、大丈夫、見てる人には俺の声聞こえてるんだじゃあね、急遽決まりました、次行ってみたいと思います、聞いてください、次はこの曲です、ちょっとすんで胸が引き裂かれそう、何度も声を上げてブレイクアウト、終わらない夜を駆け抜けていけ、熱い熱い体の中も巡る、最後に消えかけた瞬間はいつもまでうつろな夢のかけらが浮かんでる、もう二度と戻れない、何も思い出せない、Give me your ecstasy, 思い
ヘイ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 、ちょっと待って。あこれをこれ大丈夫かな今。ちょっと待って。ヘイヘイ。あ、来た来た来た。ギターがすげえじゃーって言ってるけど大丈夫かな。あ、今、あ、ちょっと待って、これをこっちにつけ替えない大丈夫。いやいや、全然大丈夫か大丈夫かじゃないかって言われたら全然平気なんだけどいやちょっとね今大丈夫で、今歪んで出たりしなかったのかな。あ、今ね、リバーブがすごい、ヨッフィーの声に。あ、これでどうだろう。あ、大丈夫、どうかな。はい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 。いやちょっと今ね、うん、スタッフと LINE をしながら歌ってたんで、はいはいはい、結構どうだったんだろう。歌詞すげえ間違えたけど、全体を全体を下ろして、え、歌を上げてみたいな指示をねちょっともらいながらやってたんですが、どうだったのかな、どうだったんだろう、大丈夫だったのかな。まあ、大体うまくいかないんだよねこういうの。汗かい、いやごめん、あのさ、ネットデュエットのアプリケーションが今、はいはい、さあやろうかなって、はい、メインの PC 見たら、はい、落ちてて。マジ？びっくりした。今立ちな、急遽立ち上げ直して、うん、さっきのねつまみをちょっと思い出しながらやったんですが、はいはいはい、ちょっとねごめんなさいね、もし変な感じだったらちょっとあれなんですけど。まあ大丈夫じゃないですか。どうだったのかな。あ、有料配信じゃなくてよかった。ね、でもパチパチいただいてるから大丈夫かな。はい、ねえ。うん。まあ、いや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 、あ、汗かいた、ちょっとやばい、ちょっと 今脇汗がね、ケゴンの滝のように。そういう時のために安定が 2,3 回演奏じゃあ これを喉ヌールをはい、ま、ということで、まあちょっとね、なかなか生で遠隔でやるのって大変ですよ。そう、これ何、結局 OBS 使ってんの？ OBS 使ってないのか。いや、ね、多分これ Zoom に直結してやってんのかな。あ、そっか。だから僕がヨッフィーのネットデートと合流してすげえ、歌詞を確認するためにスマホを見てるのかなと思いましたってきた。あ、そうだね。もうね、いや、うん、ちょっとね、え、歪んでますってきて、え、どっちどっち、歌全体みたいなそうなんだよね、あとがね、はい。いやいやいや、ドキドキした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで、ということで、何すんだっけね。いやはい、なんだろうね、なんか、まああるよね本番ってね。じゃあもう早くこんなんじゃなくて、こんなんって言ったら申し訳ないけどさ、うんうんうん、早くライブやりたいよね、ライバーさんね。そうだよね、はいはい、ね、このサイラバー TV もね、お客さん入りでやりたいねなんて話がねありましたけれども、ね、来年にはねなんとかこう実現させたいですね。ヨッフィー燃え尽きてるけど大丈夫？燃え尽きてるよあのさ、ちょっとさ、うん、ネットデート落としていい？一回。あ、いいよいいよ、大丈夫大丈夫。超あのさ、なんかヨッフィーの声が、うん、そのモニター用のマイクと干渉してなんかダブってんの今。おお、ほう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 、はいはい。あ、今こっち消しちゃった。はい、大丈夫？はいはい、大丈夫かな。あれ俺止まってんじゃなくて呆然としてる自分だった今 YouTube に映ってるのが、それ面白い止まってんじゃなくて呆然としてる自分だったって面白い、うん、はいはいはい、止まってることを自覚してるのが偉いよスーパー告知タイムに行っちゃおうかな。あ、すごいね、ちゃんと進行してる進行、今ちょっと心をね立て直しました。サイキックラバーオフィシャルファンクラブ、サイキックマニアではですね、絶賛会員募集中です。サイキックマニアではオリジナル会員証を発行、ライブイベントのチケット先行、メルマガバースデーメールの配信ほか、会員限定のライブやイベント参加資格などなど、これでもかというくらい盛りだくさんな会員特典がありますよ。詳しくはサイキックマニアで検索してください。サイキッククラブは公式チャンネルからねリンク貼ってますので、そこから飛んでください。飛べ、はいはい。そして好評配信中アプリ、うん、ヴァンガードゼロの主題歌ゼロが各音楽配信サイトにて絶賛、配信中です。おい、はい、あれ、あ、そっか、はい、キラメイジャー、ちょっとキラメイジャーの下りもお願いします。はい、はい、さらに僕らが歌う
マシン戦隊キラメイジャン挿入かキラミラキラメイアクションがミラメイアクションになってるこれ キラメイアクションが本当だミニアルバムマシン戦隊キラメイジャンが好評発売中です、ね、そしてしょこたんの PV に出てるぞあまあまあ、うん、あのそうですね PV に、うん、フライングヒューマノイド2020に僕出てます、うん、あとね今月末ですねあの、うん、春日のぞみさんという声優さんねほうあの、のオンラインライブうん、ここにあの出ます出ますっていうか、まあ、演奏ですねあそうなんだ、生中継 します生ですねうん、うん、なるほどね春日のぞみさんはね、うん、ね絆愛の中の人ですねええー、絆愛やってる人めっちゃ有名じゃん絆愛ダウンタウンデラックス出てたのを見たよあの、ね、すっごいでっかいスクリーンでああ ね, ねやってる方ですよねはい、で、でヨフィが12月に、はいドラゴンボールヒーローズのね、10周年記念のテーマソング、はいはい、アルティメットコレクションがついに CD が出ます、はいはい五条真由美さん谷本孝之君そして私ヨフィ3人で、はいはいドラゴンソウルということでですねやらせてもらっているんですけれどもど、10年目にしてやっと CD がね、リリースされると、うん、今までゲームの筐体でしか聴けなかったものがあそうか出てなかったんだやっと出るわけですよあなるほど、ねまあ、こちらね、11月にねイベントがあるんですよねなのでまあそちらの方の情報も皆さん、チェックしていきたいなとすいません、うん、はいいただきましたくしゃみ、うんね、飛沫皆さん飛んでませんか大丈夫ですか大丈夫です、はいはい、そしてオンライン飛沫、うん、そして、うん、なんか まだ他にないのなんかあるけど、うん、まだ言えないやつかなねえあそっか、ね、最近決まったあれはまだここでは何であれで言えないんだね何であれなんで、うんうんうん、スーパー戦隊魂は出ないですねあれはねあの超英雄祭そう超英雄祭も毎年出させてもらってましたけどこれはあの、うん、僕らオファーをもらって出してますんでそうそうそう出ないのって言われてもあの今年は出ないですとうちらの意思じゃないんですよねそうそうそ う, そ, ういやそれはもうあの本音を言ったら全部出たいですよあ、ね、まあまあそれはあのオファーいただければそれ出ますよそれはまあ毎年出てたっていうあれですけど、ね、まあでも、まあ、お休みすることもあるでしょう、ねはい僕はあの配信をですね見てはいはい、戦隊仲間を応援したいなと思っておりますなるほどあそうか、はい、あれ配信やるのかそうそうそう配信やるんだって、ね、なるほど、ね、でね、はい、最後に東映特撮ファンクラブ TTFC にてこの番組の TTFC バージョンが配信されてますので、はいこの TTFC でしかやらない戦隊カバーソングとかね、うん、あの、うん、ありますからぜひ皆さん、入会してですね TTFC の会員になっちゃいなよ、はいはい、おーおーおおおおおう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 この前ねマジレンジャーとかをねカバーしましたけどもあそう、ね、なんだそのおうおうおうはいや分かんない、うんはいはいということで ねチェックしていただけると、はい、チェックしてくださいはいますということでですねというわけで、はい、そろそろ、ね、お別れの時間が結構やったね、はい、たっぷりやりましたねあそうですかね、うん、なんかそうかサイダーバーいないの寂しいそうかサイダーバーそうだよね、うん、毎年結構出てたもんねそっかそっかね、このあとね、ファンクラブ限定配信がありますのであ、ね、9時15分から、うん、9時15分、はい、からね、やりますので始めるということでこれファンクラブの皆さんには URL が行ってるんですよね、うん、確かね、そうですね、はい、はいなの で、そこで引き続き何しようかな、うんね、もうジョーが残りのケーキをね、爆食いするいや、もうないよケーキあもうないさすがに食いましたわ今日も美味しかったです、はいね、ありがとうございましたはい、この番組ではね、皆さんからのお便り募集してますので、はい、宛先お願いしますはい、サイキックラバー、はい、あとブライトイディア .jp ですこれ書いてあるよね、下にね本当うん、そっか、リンクねはいはいはい、うんでね、この番組ですけどもね、はい、毎度毎度アーカイブが残りますので、ぜひぜひ、何回も見てですね、さまざまなトラブルをお楽しみいただきたいなとはい過去の配信分も絶賛配信中ですよろしくお願いします書いてないのか意外とこれ書いてないのあじゃあまあスタッフさんに入れてもらおうかねどっかのね俺概要欄にあの YouTuber の人よく言うじゃん、詳しくは概要欄もご覧くださいやついやうちらああいうこと、うん、そしてチャンネル登録お願いします、いやうちらってこれ生ばかりやってるもん ね見てる人はあれあのチャンネル登録ちゃんとしてますか見てるんだけどチャンネル登録してないよみたいな、そんなあなた今すぐポチッと押してみてください。ねーはーい、ね。というわけでですね。うん。ああもう1時間過ぎちゃいましたね。過ぎちゃいましたね。はい。はい、ではじゃあ、うん、FC 会の方は9時15分からこの後ね、また会いましょう。ますのでということで、はい、よろしくお願いします。まあ皆さんはね本当に寒くなってきましたが、風邪などひかぬよう、
マヌカハニーで予防していただきたいなと思います、はい、お相手はサイキックラバーボーカルヨフィーと、はい、ギターのジョーでした。またね、バイバイ。またね、バイバイ。